皆さんこんにちは、レイチャンネルのレイです。本日はですね、こちらのドローンやジンバルで有名な DJI さんのアクションカメラ、アクション4をご紹介したいと思います。こちらのアクション4の、私のおすすめポイントやカメラの特徴などを実際に撮影した映像を使ってご紹介させていただきたいと思います。ではまず外見を見ていきたいと思います。で、大きさはですね、このくらいの、コンパクトなサイズで、重さは 145g です。私はよくヘルメットに、固定して使っているんですけど、そんなに、気にならない重さだと思います。でこちらはですね、クイックリリースという、設計になっていて、例えばですね、こういうマウントに、マグネットで、装着することができるので、わざわざネジを回したりせずに簡単に装着することができます。ただですね、私はこのこちらも、付属のヘルメット用のマウントなんですけど、ちょっとあの装着が甘かったこともあって、私がこけてしまった時にマウントが外れてしまって一瞬カメラをなくしてしまったので、私は心配なので、このマウントにこのようにちょっとストラップを通して、まあ補助的な感じで固定をしています。で、こちら気に入っているポイントでもあるんですけど、このバッテリーとか、SD を入れるところが、こちらのアクション方は上に開いてくれるので、わざわざヘルメットから外さなくてもバッテリー交換や SD の交換をすることができます。でですね、こちらのフレームに、アクション4を入れることができるんですけど、フレームの横側にもクリックリリースできるところがあるので、簡単に SNS 用の縦動画を撮影することもできます。では次に、カメラの性能としてのおすすめポイントを、大きく分けて3つご紹介したいと思います。1つ目はですね、前のモデルのアクション3はセンサーサイズが 1.7 分の1だったんですけど、アクション4ではセンサーサイズが 1.3 分の1になりました。でそれによってですね、画質も向上し、 F 値も 2.8 なので、暗い場所での撮影も綺麗にできるようになったので、朝から晩まで撮影を楽しむことができるようになりました。で、こちらは広角とか超広角とかいろいろ設定で変更できるんですけど、 FOV が155度になって、かなり広角の、映像が撮れるようになっています。2つ目はですね、信頼性というところをお話ししたいと思います。でこちらのですね、アクション4は動作環境温度がマイナス20度から45度と、幅広いので、冬山やスキー場など寒いところでの撮影もできますし、夏山とか最近では街では夏場は40度を超えることもあるんですけど、そういった際にカメラが止まってしまうことなく撮影することが可能です。手ブレ補正も入っていて、アクション4ではロックステディ3.0プラスというものが採用されています。実際に撮影した映像がこちらですけど、手ブレ補正を使わない状態ではやっぱりブレが大きいんですけど、ロックステディを使うだけでこんなにも手ブレ補正が改善されます。ロックステディプラスというものに変えると、まあより、ブレが少なくなったかなと感じます。さらに、ホライゾンステディというものもあって、こちらはですね、カメラがどんな方向を向いても水平を維持してくれるという優れものなので、不意にカメラが傾いてしまったりしても、このように水平を保持してくれます。あとですね、信頼性とはちょっとずれるかもしれないんですけど、映像面という点では自撮り棒を使ってこのように自撮りしながら撮影することもあると思うんですけど、そういった際にアプリを使えばこの自撮り棒を消すことができるので、自撮り感が少なくなってより自然な動画を撮影することができます。では3つ目ですが、3つ目は操作性についてお話しさせていただこうと思います。
こちらはデュアルタッチスクリーンになっているので、自撮りしながら前のスクリーンを使って設定を変更したり、他の追い撮りとか景色を撮影しながら後ろのタッチスクリーンで設定変更することもできます。本体の電源はこの横側にあるんですけど、上の部分をのこのレコードボタンを押せばなんと 0.3 秒で立ち上がってくれるので、瞬間を逃さず映像を記録してくれます。でバッテリーはですね、 4K30 フレームで撮影した場合に117分撮影することができます。 4K60 フレームで連続撮影した場合は90分の連続撮影が可能なので、スキーやスノーボードで滑っている際やクライミングで登っている時など連続して撮影することも可能です。ではこれから実際に撮影した映像をご紹介したいと思います。こちらの DJI のアクション4は画質がとても綺麗で、色味も編集しやすく、また、クイックリリース設計やデュアルスクリーンなど操作性もとても高く、また動作環境温度が
マイナス20度なので、特に今の時期ですね、スキーやスノーボードや雪山登山など寒いところでの撮影も可能なので、1年を通して朝から晩まで撮影できるとても優れもののカメラだと思います。手ブレ補正もかなり優れているので、スムーズな映像も撮影できますし、バッテリーも長いのでいろんなアクティビティで活躍してくれると思います。操作も簡単ですし誰でも使えると思いますので、ぜひ一度手に取って見てみてください。まあ、冬は私はスノーボードがメインになってしまうんですけど、まあ、バックカントリーとかスノーボードをこのカメラを使って楽しんで、まあ、春以降はですね、また登山の動画を撮影できたらいいなと思っています。では最後にご挨拶ですけど、新しく来たタミちゃん2歳の女の子です。今年もよろしくお願いします。またねー。